よっしゃー、始めぞというわけで、どうも、ティラと申します。いや、今回マリオカートをね、もう、俺、買っただけでほとんどやってないから、ちょっとやってみようかなって実況でね、実況でやってみようと思います。はい、よろしくお願いします。これなんですけど、ま、普通に走るだけだと、ま、あんまりその、面白くないかなって思うんですよ。アイテム、コインなし、すべて自分の実力。CPU はしかも強い。マシンすべて。さあ、このね、地獄のルールで戦おうと思います。はい。もう甘いなんてね、アイテムのキラーとかも、そういう甘いなしでいきます。はい。だからすべて自分の運転技術。だからもしコースアウトしたら、別に取り返すすべはない。1位はずっと1位です。これでいきましょう。この地獄のルールで勝負したいと思います。いやーマジで久しぶりだぞ。マリオカート自体がめっちゃ久しぶりだからさ。これ、下手したら自分再解説もあるからな。いや、200cc だからね、しかも。だからもう自分の実力次第です。うわー久しぶりだ。始まる俺のレースが。はい、ここ行くぜー。始まる俺のマリオカート。この実力だけで勝負だからね。アイテムとかないからね。もう自分の追い上げすべて。すべて自分の追い上げで勝負。OK! よし、曲がった。あー、いいね。このね、200cc はマジでミニターボ効いてくからな。いやー、事前にドリフトしといて。で、これで貯めておこう。はい、OK! 全然 OK じゃない。今、はみ出してたぞ。アイテムもコインもないから、すべてね、自分のインサイドをついていく。インをついていく。どんどんインサイドをついていくぞ。いいよ、いいよ。で、ミニターボをしっかりして、OK! 後ろ結構早いな。ちゃんとついてくんな。あ、でもこの辺りのルールだとアイテムがむしろないから。アイテムないってことはむしろ逆に俺勝てる説あんな。あ、むしろ俺勝てる説あるじゃん。普通に。普通に俺勝てるか。もしかして。なんだこれ、あんまり面白くない試合になるんじゃないの。俺のタイムアタック見せてるだけじゃん。あれ、俺のただのタイムアタックかこれ、もしかして。なんだなんだ、ただのタイムアタックじゃねえか。なんだなんだ、それでいいのか俺。なんだ、地獄のルールって言ったけど、そんな地獄のルールでもねえな、これ。あれ、あんま美味しくねえな、これ。動画的にあんま美味しくねえな。あれそんなに簡単に勝てちゃうもんなの。アイテムむしろないから楽勝説あんのか。イエーイ。あんま美味しくねえな。いや、こうなったら地獄のルールをもう一つ追加しよう。俺は待つ。来い。待ちます。じゃあさ、なんで俺が一番1位取れるってのを証明しちゃったじゃないですか。でもこれ多分誰でもできちゃうんだろうなって思うんですよ。なのでコンピを一周僕泳がせます。これつまりどういうことかって言いますと、一周遅れのも勝てる説。じゃあ一周遅れて、よっしゃ行くぜ。ここから俺の始まるでね。さあ一周遅れで追いつけるかどうか全然わかんねえな。いて、ぶつかってくんじゃねえよ。アイテムもないから、キラーで追い上げられるってこともないし、だから、すべてね、自分のプレイが左右されてくる。今、コンって当たったでな。コンって当たっただよ、今。よし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 、どんどん追い上げるぞ、今から。さあ、これでね、もう、もし俺が1位取ったら、もうね、俺もう、プロになれるよ。ワイワイ、マリオカートのプロになるんや。絶対生き、もう、ただの生きりオタクじゃねえか。ただの生きりオタクじゃん。オッケー。さあ、でもコンピューだったら意外といけるかもしんないね。こうしてみると。コンピューって結構なんか、こっちに合わせてくれる説あるから、速度を。ガンってぶつかったわ。やばい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 。もうみんな3周目早ない。急に俺ドベになってない。やばいやばい、みんなゴールしないで、待って待って。俺を置いてくな。みんな、俺を置いてくな。あ、普通ならいけるかな。 150cc? やっぱ 200cc だと相手がゴールするのが早すぎるんで、150ぐらいにしましょうに。150にして、CPU を普通にします。アイテムコインはもちろんなしのまま。これでいこう。うん。先はちょっとさ、やっぱ、うまく俺もできなかったからさ。うん。やべ、どんどん今から、もう俺予想できるもん。
最終的になんかアイテムコインもあってさ、 CP 弱いぐらいでさ、それでも負ける未来見えてきたわ。よっしゃー、これでワイは最速取るんや。じゃあ今から一周待ちまーす。します。よし行くぜ。さあ俺の追い上げが始まります。今から追い上げるで、一気に一周分追い上げます。 CP が普通になったんでだいぶね敵遅くなったんじゃないかな。どんどん追い上げてきます。よっしゃ、俺のテクニックで、テクニックで追い上げるよ、テクニックで。150C になった途端なんか急に遅く感じるんだけど。待って、 150C になった途端急に遅く感じる。急にとろく感じる。さっきは 200C やっとったけ。ああちょっと待って、なんだなんだ、ここどうやって走るんだ、ここどうやって走るんだじゃねえよ。多分もっと速い走り方あるぞ。よしよしよし、頑張れ頑張れ。てか待って、右のグラフ、右のコース見てみて、だいぶなんか戦闘集団とそうでない人で差があんね。なんだったら俺11人追いつける、追いつける説あんな、普通に。2周半目入った。あ、でもなんかさっきよりはさすがにいけるか。自分ぐらいの、多分俺ができるってことは、多分プロの人だったら絶対いけるんだろうな。余裕で勝てるんだろうな。アイテムコインなしという地獄のルールだからね、こっちは。追加してっからね。おお、もう来た、もう見えたもん、ほら。やった、もう見えた。お、遅えな、おめえら。もう追いついたぜ。おお、いいのか、それで。ここでちょっと、こうやってしちゃうよん。余裕を持って、あ。失敗した。できると思ったのに。あ、でもなんか抜いてる。思った以上に抜けるな。コンピューが意外と合わせてくれるんだろうな。でも、待って待って、もう2は3周目入ってんな。よし、ガンガン抜け。ガンガン抜いてけ。なんか追いつけそうだぞ。なんか意外と普通でいける説あんな。いけるいけるいける。追いつけ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 。いけいけ、どんどんいけ。猛攻始まった。俺の猛攻始まりし。いいぞ。スリスト使わせろ、スリスト。オッケー。やばいな、結構ぶつかったな、今。ほい。よし、なんかそれっぽくいけ。お、来た、追いついた、追いついた。うわー、おっしゃー。おっしゃー、ギリギリ抜けた。おー、やった、ギリギリ抜いたじゃん。おー、やったじゃん。勝ったー、やったー。実力だ、これが俺、これが実力ね。敵の強さをですね、強いに戻しました。はい、今さっき普通で勝ったんで、敵の強さを普通にしました。普通強いです、ごめんごめん、普通で勝ったから強いにしたんだ。うん、強いで勝ちたいと思います。 150cc のままですね。 200cc だと負けてたから 150cc で落としての勝負になります。なので一周今から待ちます。行くぞ、俺と勝負じゃ。さあこっからスタートしましたよ。ガールもいいんじゃん、ガールとバーイ。俺はバーイになる、そんな彼。よっしゃ、俺がまずは前に出て、さあ今から追い上げますよ、今から一気に。いやー、どうなんだろう、追いつけんのかな。強いになると急にみんな速くなるよな。ゴールして、よし、これでねどんどん追いついてきますよ。よっしゃ行くぜ。いやでもまあ今のところまあちゃんと差はつけてるから。でも差はつけてるじゃダメなんだよ、差はつけてるってどっちかというと俺ビリなんだから。どんどん追い上げないとね。だから自分が2周目の時に相手がもう3周目入ってんだよね。いやー、追いつけっかなー。さあ2周目、なんとか2周目入った。なんかできればどんどん追い上げたいけど、どうなんだ、追い上げれるかな。いやー、いけるだろう、俺なら、俺ならいけます。見ててくださいよ、この運転テク見て、ほら。この運転テクね。平均並みだぞ。ただの平均なんだよな、多分。ただの平均なんだよな。あー、危ない、もうなんかな、追いつけねえから、なんかの間違いで。アイテムコイン出しちゃうときついか、さすがに。いや、アイテムあるとむしろね、アイテムあったらキラーとか弾丸追いつけるんだけどね。おい、でも、なんとか追いつけそう。向こうコースの半分。なんとかギリギリ間に合うんじゃねえ。頑張れ、頑張れ。追い上げろ。なんかの間違いで追い上げるしかない。てか、
強いの場合さ、全然みんな差はないじゃん。ちょっと待って待って、みんな待ってよ。ねえ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 、今俺が、今から俺飛ぶから。ねえねえねえ、みんな待って待って、置いてかないで、置いてかないで、みんな待って、おい、みんな俺置いてくな、俺が今追いついてんだ、置いてくな、待って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 、置いてかないで、置いてかないで。